はい、着きました。新潟到着です。はい、本日の出演者たちねえ、ありがとうございます。3ヶ月ぶりに来たんですかね。まあ暖かくて良かったです。以上です。はい、一言一言なんでホームならあんな喋ってくれたのに全然喋ってくれないや。はい、じゃあ頑張りましょう。はい、じゃあお疲れ様でーす。お疲れ様です。はい。ふうみ総会。うまいっすか？おいしいですか？あれ、あれ、運転手さん。すいません。ごめんなさい。してないですよ。そっか。こちらが、新潟のファストフードになります。美味しそうですね。美味しそうです。焼きそばかな？カップルの色みたいな。美味しそうですね。期待してるね。期待 しないでください。萌え萌えしんって美味しくなれてなくていい。大丈夫。じゃあやります。やります。萌え萌え。美味しかった。卒業おめでとう。ありがとうございます。強めと社会人頑張ろうぜ。俺が応援してあげるよ。ありがとう。ありがとう。頑張って。バモ。はじめまして。はじめまして。はじめまして、新潟サボさん。あ、新潟サボです。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。でも今日群馬サッカーになる。なりません。なりますよ。あ、なりましょう。でも永瀬のこと好きなんでしょ。大好き。将来結婚します。あ、新潟だもんね。七瀬くん同じ地元なので一緒に、ね、将来結婚したいと思います。じゃあ今日は何対何でどちら勝つと思いますか？まあ 2-0 で新潟が勝つと思います。てことで今日も頑張っていきましょう。今日も最高の一日でした。そうね、本当に良くないんじゃない？牛すいはすごいですよ。商品説明お願いします。もう本当にもうダメっすって。これはあ、すいません、ミートソースパスタです。違います。イタリアンです。イタリアンです。どんな味ですかね？じゃあ早速食べてみたいと思います。まず物取りからね。ちょっと取れないんですよ ね。これ食べるの初めてですか？初めてです。じゃあいただきます。うん、これはすごい。ミートソースと麺が絡み合って、まるでですね。そしてビール、昼間から飲めるビールは幸せです。しかもスタジアムで飲めるビールは幸せです。それでは飲んでいきたいと思います。切れちゃった、切れてない。やっぱビールは一番。今日も頑張りましょう。だからもういい、これでもどうやって映っちゃダメですって。どうですか、イタリアンは？これ焼きそばにソースが使われてるような感じで言葉に言えないですね。カットだな、これカット。はい、こんにちは。今日新潟にやってまいりました。今日のビールはこちら、デデン、アサヒスーパードライ。やっぱりこれが一番だよね。
一言お願いします。あ、いや今日はこの素晴らしいスタジアムで、ね、勝ち点3を持って帰れるようにハヤトが頑張るので頑張りましょう。はい、いっす。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。どうぞ。あ、はい、今日はアウェー新潟戦です。はい、まあ、一番今シーズン楽しみにしているアウェーで、もうこんなすごいスタジアムで応援できることが本当幸せですし、まあ、真面目な話になっちゃうんですけど、まあ、サッカーができることが当たり前じゃないので、感謝して今日は頑張ります。最後の一日は後でします。後でします、はい。こちら、2000年組ですね。はい、じゃあ今日の意気込みをよろしくお願いします。絶対勝ちます。はい、勝つぞ。ありがとうございます。絶対勝つ、勝ちましょう。勝ちましょう。負けるわけがない。その通り。バモ、勝つぞ、バモ。今日最高の一日ですよ。コーナーの皆さん、エアサポート選手のこと、勝ったら家族で動画でお願いします。どの状況でも空論を守り、愛が溢れる世界一のスタジアム。でしたか。いやガッガチのやつ、ガチのやつで、はい、あ、Vlog 用なんで。今日はね、
まあ最初失念してしまったのがちょっときついところでしたね。はい。まあ、でもその後後半少し粘るところが良かったところかなとは思います。で、中山選手がね、今シーズン初出場ですかな。いや、そんなことはないか。初出場だよね。そうだよね。そう。2戦目でも中山選手が結構躍動してたので、まあ今後の、まあ戦力になってくれればなと思っています。はい、まあ、シン君がね、いつも通りいなかったので、いつも通りって言ったら失礼だな、今日はいなかったのでちょっと残念でしたが、とりあえず今日は新潟には来ませんでした。はい、新潟には行ってません、今日。そうですね、まあ、今日群馬で寝てたってことにしますはい、いやー、今日の全カットでお願いどうなんだろうね、今日の試合。まあね、こういう試合もあるよねって感じだよね。そうですね、正直な。はい、また切り替えて頑張ってほしいです。はい、カット。はい、そうです。いやー、勝ったかったですね。まあ、次勝てればね。悔しいです。悔しいですよね。せっかく運転したのにね。そう、せっかく。本当だよ。朝早くな、睡眠時間空いてきたのに。眠いな。お疲れ様です。じゃあでは、はい、感想を。感想ですか。はい、そうですね、そうですね、まあ、群馬組がたくさんいる中でとっても複雑なんですけど、はい、まあ、勝ててめちゃめちゃ嬉しかったし、もう本当最後の1点がもう超熱くて来てよかったなって思います。ああ、楽しかった。さぞかし楽しかったことでしょう。さぞかし楽しかった。じゃあ、新潟から見て群馬はどうでしたか？え、でもなんか思ったより強かった。なんかみんな群馬の時結構自虐するから、なんか弱いんだかなって印象だったんだけど、全然途中から。あ、で、バイバイ。お疲れ様です。バイバイ。バイバイ。また。ニヤニヤしてない。ニヤニヤしてない。ね、そうですね。途中から結構苦しかったしね、新潟。ああ。最初良かったけど、途中からめっちゃ苦しかったし。そう、なんとか後半、追い上げたって感じだけど、まあ、まあ、確かに。まあ、おめでとうございます。ありがとうございます。さよなら。新潟、まあ僕たちラブじゃないですけどね。まあ、仕方なく取ってあげましょうって感じで。ラブだよね。ラブ。ラブラブ。面白いこと言って。充電が。出してください。事務所はあるんですか？初めて見た。どうやって写真撮ろうか。